ヒューマンなのかしら。お母さん、ごめんね。高校生になっても保健室登校で、両親が先生なのに私迷惑ばっかりかけて。そういえばしなくなってからどのぐらいかしら。え、お母さん、え、あ、大丈夫、ゆっくり解決してきましょう。うん、クラスでいじめがあったのに私何もできなくて、そんな自分に自信がなくなって、でも勉強は好きだから。大丈夫、ゆっくり直していきましょう。何？気のせいか。もうこの教室にお前の席ねえから。何こいつ。お前何やってんだよ。あれ、ケツ出せ。お前